ブリーム。ブリームは、アメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の一隻。艦名は、ヨーロッパに生息する、コイカの淡水魚ブリームにちなむ。ブリームは、コネチカット州グロトンのエレクトリックボート車で寄港する。1943年10月17日に、艦長のウルフォード・ジー・チャップル夫人によって浸水し、ムーン・ウルフォード・ジー・チャップル少佐。 アナポリス1930年組の指揮下、1944年1月24日に収益する。ブリームはニューロンドンを立ち、パナマ運河及びガラパゴス諸島を経由して太陽戦線に向かい、5月8日にブリスベンに到着し、2日後に出港してミルン湾に進出。整備の後、5月26日に出港して3日後の5月29日に、 マヌストゼイアドラー湾に到着した。6月1日、ブリームは最初の紹介で、バッショー及びフラウンダーと共に、ハルマヘラ島及びモロタイ島近海に向かった。6月9日午後、ブリームはのモロタイ水道で、第3号総海特務艇の護衛する輸送船団を発見し、巨雷を6本発射して一つの爆発を確認し、5000トン級輸送船の撃沈を報じる。 実際には船団に被害はなく、第3号総海特務艇と水上偵察機からの反撃を受けた。6月16日午後にはのハルマヘラ島、デライ角近海で、第5号総海艇が護衛する輸送船団を発見し、魚雷を6本発射。魚雷は日本が陸軍輸送船有機丸、大連機船、5704トンに命中して、これを撃沈し、 陸軍輸送船ビノで丸、日本食塩、1916トンにも、魚雷を命中させて格座させた。2日後の6月18日、ブリームは、夜間の浮上紹介を行うため浮上したところ、甲板が油まみれなのに気づく。やがてその原因はタンクからの燃料が漏出したもので、あると判断された。6月29日、ブリームは29日の行動を終えて、 ゼイヤドラーワンに祈祷した。7月21日、ブリームは2回目の紹介で、ミンダナオ海方面に向かった。7月29日朝、ブリームの第2エンジンから火災が発生したが、およそ10分程度で消し止められことなきを得た。しかし、この紹介では、トロール船など3隻を遠距離で発見したのみで、攻撃機会もなく、戦火を上げることはなかった。9月6日、 ブリームは48日間の行動を終えてフリーマントルに帰還した。10月2日、ブリームは3回目の紹介でルソン島西岸部に向かった。10月9日から10日までダーウィンに帰港。10月23日朝、ブリームはの地点でマニラに向けて航行中の日本艦隊を発見した。この時発見したのはレーテ島への輸送作戦を命じられた第16、船隊。 サコインなお正中小の重巡洋艦アオバ、軽巡洋艦キヌ、駆逐艦ウラナミであった。三隻はアオバを中心に、右舷側に、ウラナミ、左舷側に、キヌを排して、マニラに向かっていた。四時三十二分、ブリームはアオバに向けて、魚雷を六本発射し、うち一本がアオバの全部機械室に命中。アオバは、機械室等を破壊され、兵器等も、 使用不能となり、右に傾斜して大破した。ブリームはその後もマニラ近海で紹介を続けた。10月30日未明、ブリームはギターロと合流し、共にルソン島西岸部を北上して、紹介を行うこととした。間もなく、の地点で6隻から7隻の大型輸送船で、構成された輸送船団を発見し、魚雷を6本発射する。2つの魚雷爆発音を聴取し、 1>, 1万トン級輸送船の激破を報じた。11月3日、レートンが合流し、3隻のウルフパックとなった。11月4日、ブリーム、ギターロ、レートンのウルフパックはノルソン島沿岸湾沖で、玉31英語船団を発見した。この船団は特設運送船各丸、大阪商船、6806トンと二等輸送艦4隻で構成されていた。 ウルフパックは二頭輸送艦には目もくれず、角丸を攻め立てた。まずレートンが角丸に対して魚雷を六本発射したが回避された。次にギターロが角丸に対して魚雷を四本発射し、一本を命中させる。ブリームは三番手として魚雷を四本発射し、一本が命中し角丸は大火災が発生して、航行不能となる。その後、 多摩三31泳戦団に接近していた例が、航行不能の各丸に対して、巨雷を2本発射し、2本とも命中させて、各丸を撃沈した。レートンは、多摩三31泳戦団を探知していたものの、各丸撃沈の戦果は、ブリーム、ギターロ及び霊に3等分された。11月6日朝には、ルソン島沖で、また31戦団を発見した。このの中には、 ブリームが大破させ、日本本土に開港中のアオバのほか、レーテ沖海戦で損傷し、日本本土に開港される途中だった、重巡洋艦熊もいた。最初に攻撃したのはギターロで、の地点で艦首と艦尾の発射艦から魚雷を計10本発射し、3本をアタゴ型重巡洋艦に命中させたと判定。1時間後には、ブリームの攻撃のワンとなり、 の地点で魚雷を4本発射して14000トン90寿命艦に2本命中させたと判定される。レートンとレイはブリームが攻撃して約1時間後にイ前後して攻撃し、レートンは魚雷を6本発射して2本か3本を熊野に命中させたと報告し、レイも魚雷を4本発射して2本を熊野に命中させたと報告した。夜に入り、 例が、ひ込みなりした最上型巡洋艦は、ダソル湾に逃げ込んだだろうと報告した。11月8日、ブリームは、グロウラーと会合しての部品を交換するよう命令を受け、11月10日から11日にかけて、グロウラーとの会合を予定して待機していたが、グロウラーはついに姿を見せなかった。グロウラーの SJ レーダーは、 調子が良くなかったが、不具合を報告した直後に輸送船団を探知して攻撃を仕掛け、ついに帰らなかった。代わりに、ガビナがレーダーの部品を受領することになり、11月13日に会合して部品を渡した。11月22日、ブリームは50日間の行動を終えて、フリーマントルに帰還。艦長がジェームズ・ LP ・マッカラム中佐。 アナポリス1935年組に変わった。12月19日、ブリームは4回目の紹介で、ブルーギル及びバーベルラと共に、南シナ海に向かった。1945年1月7日には、南沙諸島長島を偵察した。1月24日、ブリームはの地点で煙を発見したため戦闘配置を、例して先行し、様子を伺っていたところ、煙の持ち主は日川丸。 日本優先、1万1622トンと、おぼしき病院船であった。この紹介において、攻撃の機会はなかった。2月10日、ブリームは52日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。3月7日、ブリームは5回目の紹介で、ジャワ海方面に向かった。3月10日にで給油した後、3月13日にはの、 地点で2隻の60トン級海上トラックを発見し、浮上砲船で1隻を撃沈して、もう1隻も破壊した。翌3月14日にはの地点で3隻の小型輸送船と2隻の護衛艦からなる輸送船団を発見し、まず魚雷を6本発射して、1本を2500トン級輸送船に命中させて撃沈したと判断される。続いてを1本発射したが、命中しなかった。 一連の攻撃で特設苦戦艇京品丸神奈川県76トンを撃沈した。また3月13日から17日にかけてブリームはジャワ海のグレートマサレンボージ島か日本軍の捕虜になっていた二人のオペレーターを救出した。しかし3月15日から16日にかけてブリームは千鳥型水雷艇と、 おぼしき艦艇,艇からの爆雷攻撃を受け損傷し、攻撃から逃れたと思えば、発射艦室で火災が発生。ブリームは、やむを得ず、特別任務と紹介を打ち切って起動することとした。3月16日夜、ブリームは2隻の輸送船と2隻の護衛艦からなる輸送船団発見し、3月17日未明に、至っての地点で魚雷を4本発射したが、 うち日本が途中で沈むなどして命中しなかった。3月22日、ブリームは19日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。4月20日、ブリームは6回目の紹介で、ジャワ海、タイランド湾、南シナ海及び台湾近海に向かった。4月29日夜、ブリームはの地点で、特設潜水母艦ミカドタママル、元ドイツ総海母艦機と、 帝国船舶、1230トンを発見して、巨雷を6本発射し、うち2本を命中させて撃沈した。ブリームは浮上後、三カドタママルの生存者を救助し、このことを、翌4月30日のベスごとの更新で報告すると、相手は1万トン級の封鎖突破船だっただろうという、回答を得た。5月8日にわからにかけての海域に嫌いを付設した。 ブリームは5月14日にスービック湾に寄港した後、台湾沖で救助任務に従事した。6月5日にブリームはサイパン島に寄港。6月15日、ブリームは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰港した。ブリームはその後、6月24日にサンフランシスコに到着する。サンフランシスコでオーバーホールの後、 1946年1月31日に予備役となり太平洋予備役艦隊入りした。ブリームは1951年6月5日に現役復帰し、太平洋艦隊第三潜水艦隊に配属される。1951年6月から1952年8月まで、ブリームはサンディエゴの艦隊ソナー学校での訓練任務に従事する。 1952年9月10日にサンフランシスコで予備役となり対戦潜水艦へ回収される。1953年2月18日に SSK-243 に艦種変更された後6月20日に再収益し、ブリームは平時における太平洋でのすべての作戦活動に参加した。1954年9月にはアラスカでの訓練巡行を行い、 新珠湾を経由して11月5日にサンディエゴに帰還した。その後はカリフォルニア沖で活動し、1955年5月7日から24日まで新珠湾へ向かう。西海岸からの次の任務は1956年3月6日に始まり、太平洋西部で巡航した後1957年前半にサンフランシスコで漁師。 1964年2月1日には、ギース -243 実験潜水艦に再変更された。その後、ブリームは1969年6月28日に、退役11月7日に標的艦として原子力潜水艦スカルピンによって撃沈された。ブリームは第二次世界大戦の先行で4個の従軍聖賞を受賞した。また、 ブリームは2隻の日本艦艇を撃沈し、そのトン数は6934トンに上る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。